番手3番手入れ替わったか。3番手がカーナンバー3番に変わりました。ニテラモジュール Z、 さあミシュランのウェットタイヤをまたここですごいパフォーマンスを見せるんでしょうか。 ARTA の間2台の間に割って入りました。 GR スープラコーナーでも追いついている。16号車のインに飛び込んでくる飛び込んでくる。ニテラモジュール Z、 3番手からさらに2番手に上がった千代勝正。わあ、トップ入れ替わった。なんということだ、ミシュラン Z だ。
台はパナソニック最終コーナーに入ってくる。さあグッドブレーキングで差を詰めて一気に横に並ぶか、どうだ。大島和也横に並んだか。立ち上がりは横一線か、どうだ。横一線並んでくるか。しかし立ち上がり外側からぐーっと加速をしていったのは16だが、並んでいる並んでいる。メインストレートで並んで横一線だ。横一線並んでいる。16と14が並んでいる。 1.5 キロ並び続けているか。さあ TGR コーナーでインを取るのは14号車か。先頭が入れ替わるか。 TGR コーナー1コーナーのブレーキングで14トップ浮上だ。縛ってレース、戦いを挑んでいます。カーナンバー 64GT500 の戦いです。
谷口のむせるコカ・コーラコーナーでわずかにブレーキングからマシンを乱してしまった。これでポノス・ゲイナー GTR がトップに浮上だ。横に離れていく。そして3号車がインを取る。1コーナー TGR コーナーのブレーキングで日産 Z3 号車がトップ浮上だ。高星光則3号車がトップ浮上。シェイドレーシング、さあ GT300 はもうこちらは激しく、おー20号車のシェイドレーシング、この辺りは激しいぞ。カーナンバー6番のロベルト・メリムンタンですか。今ムンタンがかなり順位を上げてきているか。そしてカーナンバー56番のジョアオ・パオル・デ・オリベイラもいる。さらには2号車のムータレーシングは平響もいる。そして61番の山内秀樹も今います。いやーここもキャラクターが濃いドライバーばっかり。
抜きつ抜かれつをやりながらもお互いにちゃんと1台分クリーンに残している。さあ谷口智輝が立ち上がりのライン、しかし立ち上がりのラインをディフェンスしてくる富田がよく考えている。立ち上がりで相手がですねアクセルを踏みたいところをちゃんとディフェンスしています。さあアクセルをなかなか踏み切れなかったその AMG、 しかし今度はブレーキングでインに飛び込めるか。アウトから飛び込められれば大丈夫という富田はインを先に抑えています。さあそしてアウトに出るしかないか、アウトに出るしかないか、谷口アウトに出るしかない。そしてただストレートからのエンドのブレーキングで谷口ブレーキングでなんとか行きますが、さあ並んだか、立ち上がりのスピードだ、どうだ、今度は決まったか、今度は決めたか、今度は左カーブインサイドはコカ・コーラ、前に出た前に出た、初音ミクが逆転、初音ミク逆転。表彰台に立つのか分からなくなってきました。3号車は燃料は持つとは思うんですが、16号車も大津もいる、そして17号車、100号車、ここで17号車のインに入った、山本直樹が逆転だ。山本直樹スタンレー NSX が100号車3位、3番手に上がった。そして太田格之進が17号車に並んでいく、ダンロップタイヤの NSX が17号車のサイドバイサイドだ。さあそして64番に出た、
がる。そしてインに並んだ11号車トップだ。大逆転だ。富田龍一郎ゲイナータナックス GTR。 カーナンバー3ニテラモチュール Z 高星光則が今今季初優勝のチェッカーを受けました。そして GT300 の優勝はカーナンバー11番のゲイナータナックス GTR。 GT300 の BMW とアウディが通過をしましたが、 BRZ は帰ってきてないよ。 BRZ、 あ、今来た。今 BRZ が通過。あー、そういう出来事がありましたか。そして GT300 の優勝はカーナンバー11番のゲイナータナックス GTR。 GT500、 GT300、 日産が優勝を決めました。